こんにちは、しんやです。こんにちは。はい、何ですか。はい、もう今一番流行ってるゲームやりましょう。今日やりましょう早いですね、乗ってくんの今一番流行ってるゲームあるんですよ。ゴキブリサラダ。違うっすあのボードゲーム全然流行ってないっす、YouTube とかでも配信者、ゲーム配信者の人がもうやりまくってるやつある。スイカゲームしてます、しんやさん。いやいやいや、何ですか。いやいや、追加ゲームですよ。忘れた。何がですか。忘れた。何がですか。いや、やったやん。追加ゲームですか、うん、いや、やってないですよ。いや、公園でやったやん。いや、それイカゲームです。あイカゲームです。追加ゲームなの。追加、追加ゲームっていうゲームがあるんですよ。追加割り、追加割りじゃない、それもうあの海でやるやつじゃないですよ。追加ゲームっていうのがもうゲームめちゃくちゃ流行ってるんですよ。まあ、多分スイッチで今めっちゃ流行ってるんですけど、はい、大元がなんとあのポップインアラジンあるじゃないですか。え、 YouTube で紹介しましたっけ。そう、これです、これです。これこれにもともと無料で入ってたゲームなんですよ。え、元はこれなの。元はこれなんですよ。これのこれってなんかアプリいろいろあるじゃないですか、うん、その1個でなんかこうちょっと気楽にできるゲームとしてこのポップインアラジンの人、会社の人が作ったらしいんですよ。え、軽い気持ちで。え、でこのポップインアラジンでできるようにっていうので、うん、簡単な操作でできるようにっていうので作って、最初は全然話題になってなくて、うん、でスイッチで出しても全然話題になってなかったんですけど、うん、最近そのゲーム実況者の人とかが上げ出したらもう一気に人気で、うん、今もう大人気。え、しんやさんポップインアラジンあるじゃないですか。ある。やりたいんですよ、それで。やろう、やりましょう、やろう。もう今一番人気ゲームなんで。やろう。準備できました。これ、はい、マジカルスケッ チ、もうスイカがあるやつです。あ、これこれです。スイカゲームだ。スイカゲーム。これです。え、2024年なのにまだクリスマス？あ、もうこれでスタートしちゃうんですけど。え、もう本当に、テトリスとかぷよぷよの要領で、上に果物あるじゃないですか。はいはい、同じフルーツがくっつくと、進化していくんですよ。あの進化の輪の順で。最後スイカなんですよ。ああ、あの、みかんがリンゴになってってこと？そうそうです、そうです、はい。だから同じのを組み合わせると進化してって、はいはい、で最終的にスイカになるんですけど、はいはい、このスイカになるのがやっぱ結構大変なんですよ、うん。だからそのスイカにするのが目標っていうゲームなんですよ。なるほど。はい。やろう。やっていきましょう。え、これでリモコンでやるの？リモコンで横、左右と、あと真ん中のボタンでポチッと落ちるんで、はいはい、もうそれだけです。お願いします。え、早ね。え、どういうこと？あ、ここ先に選ぶんや。これ、そうです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 。はい。次何？次1、これ、サクランボかな？じゃあ、離した方がいいってこと？そうですね。で、ちっちゃ。これもくっつく。基本的にでっかくなってくんで、これ。あの、スイカとかめっちゃでっかいんですよ。あ、なるほど。はい。これもう、ここくっつくんじゃないの？はい。リンゴになるんですよ。リンゴだ。はい。で、だから、まあ、スイカを作る、スイカをだから2つ作って、くっつけるのが目標ですね。あ、これ、いちごといちご？いや、それ違うんですよ。え？サクランボなん、最初。だこれもランダムなんで、運の要素もあるんですけど。あ、みかん出た。みかん、しかも次、これみかん柿ですから、これ。柿が。これ、はい、リンゴリンゴなるんじゃない？そうなんですよ。みかん、柿か。柿落として、そこに柿落としたら、柿とみかん。おぉ！梨になった。デコポン、デコポン。デコポン、デコポン。おい。あ、ブドウ来た。ブドウも来た。で、ブドウになるとまたデコポンになるっていう。あ、ブドウもない。ブドウもないです。みかん、あ、みかんある。みかん。柿かな。ちょ、それを、ちょっと僕もあんまり用語があるんですけど。で、リンゴになって。リンゴになって。またみかん欲しいな。そう、だから、そうなんですよ。だからまたリンゴが欲しいんですよ。そうすると梨と梨がぶつかるんですよね。まあ、この辺に置いとくか。そうですね。で、ブドウで、デコボンになったっす。しかもデコボン次来てるっす。デコボンなのかわかんないけど、ちょっと調べよう。3つ集まる、デコボンこれ。でも、3つは関係ない。3つは関係ないです。2つで必ずなるんで。うわ、あ、みかん、あっちに行きたい。そうなんですけど、行かないんですよ。え、だから溜まっちゃうんですよ。だからそれがむずいんですよ。けど、あ、次来てるんで、来た、これで、桃になった。桃になった。うわ、これデコボン？これデコボン同士なんで、それ行くとみかんになって、リンゴになるんです。リンゴになった。めちゃくちゃこれ多分調子めっちゃいいっすよ。で、ブドウ。ブドウで。いちご、ここ落とせばくっつく、はい、くっつかないです。それ桜もらうんで。はい。ちょっと待って、ブドウの次がデコポンだから。デコポンの近くに置きたいっすね。デコポンの近くの感じ。このフルーツちょっとちゃんとしたの調べよう。あ、おぉ。ちょっと待って。あ、そう。で、これ桜んぼとかが埋まっちゃうのが良くないんですよ。あ、でも、ここ
後にイチゴ、次イチゴだから。そう、次イチゴでブドウが来るんで、イチゴうまく当てればデコポンになるっす。もうちょい左じゃないですか。え、ここでしょ。おー、来た。うまっ。お、しかも、お、すげえ。さくらんぼ、さくらんぼでブドウが次デコポンになるから、デコポンがみかんだからシゲさん、めっちゃこれイチゴ当てたいっすね。でもそれ多分うまくやれば反動でいくんすよね。なるほど、はい、じゃあここだ。あ、いかなかった。あ、うわ、今フルーツ調べてデコポンを当てて、やっぱ柿っすね。ああ柿っす。ブドウデコポンだからここだな。あ、でもあブドウはぶつけて反動でうまくいけば、ブドウの次、あ、これもうなるやん、みかん。なるっす、なるっす。で、そのみかん、左、あ、うわー、なればいいんですけど、でも最悪この左、もう次、柿な、みかんじゃないです、柿っす。柿がもう、これ当てて、リンゴにして、リンゴにして、梨になって、梨になるんで、おい、おお、いや、順調っすよ、これ、普通に。うわ、そうっすね、そうっすね。当たるかな、当たった。で、みかんが、で、みかんで、デコポンになって、み、柿っす。柿がリンゴになるっす。確かにみかんっぽいんですよね。デコポンは、デコポンは次、まあ、このブドウがデコポンになるんですけど、なるほど。まあ、これはちょっとむずいっすね。むずいな。で、イチゴは当たるかな、これ。おー、盛り上がってるっすよ。でも、ブドウっすね。次が。ブドウがデコポンになるから、うわ、デコポンそっちか。そうなんすよね。おい、で次みかん、みかんだからリンゴになるから、リンゴになったら梨になるから、おお、ここだから、そしてまたここ、おお、あ、パイになった。おお一気にパイになった。おお、しかもすごい綺麗ですよこれ。めっちゃ調子めっちゃいいっす。はい、世界初だよ、やったの。完全初っすよね、シアさん。完全初。初っすよね。本当に。いや、かなり調子いいっす、これ。して。これ何？デコポン？デコポンなんで、デコポンなんで、パイに近づいた方がいいのかな。結局、パイン、あ、おお、すげえ。流れる。うわ、うわ。いや、パインを、だからもう一個作んないといけないんで。一個、ここいけるやん。はい、あ、いけるかも。早く早く。おお。よし、くっつけ、ブドウ。いや、多分くっつかないですけど、今やればデコポンとくっつくかもしれないです。ちょっと待って、ブドウがデコポンになるから。そうっす。だから、こっちか。そうそうっす。だからそれ、うまくいけばデコポンが、みか、柿になるっす。柿になって、柿がリンゴになるかも。柿がリンゴ、そう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 。えい。あ、なった。おー。で、次、柿が決定してるんで、リンゴになるっす。リンゴになったら次、だから梨が作れるっす。梨になるから、はい、梨作るだけ。梨作った方がいいっす。ちょっと梨作ろう。えい。おい、うそー。これはくっつけたいけど厳しい。まんちゃんこれ、左のリンゴにこのデコポン当てたらくっつかないかな。でもくっつきそうだけどな。すげえでしょこれ。えい。これ、うわー、いくつかねー。惜しい。あ、でもデコポンいって。デコポンいったら。デコポンいって。だからリンゴをもう一個そこで作ればいいっすね。いちご邪魔。あ、でもいちごいちごか、いちごいちごぶどうか、うわ、そうっすね。で、それがうまくがデコポンみかんになってたら最高っす。おい、あー、うそ。まあでも、柿来てるんで柿っすみかんって言っちゃうんですけど、柿がリンゴになるから梨にはいけるっすね、多分梨になるな。よし、で、それも、おー、で、柿、あ、次か。次か。デコポン。デコポン一旦どっか落として。いいや。そう、一気に桃いけるっすね、多分。えい。桃。わ、あー、うわー、うわー、うわー。まあまあ。落ち着いてるっす。ブドウブドウなんで、デコポンのとこにブドウ入れるのもありかもしれないですね。ここ？ここに行って、デコポンうまくなれば、みかんに、じゃあ柿になるっす。入れられるかわかんないですけど、はまったブドウだ。ブドウ多いね。で、くっつけばいいですけどね。うわぁ、くっつかねぇ。気にやろう。はい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 。で、このみかん、デコポンがみかんになるかも。こっちにしとこうかな。
えい。いけ。おお。乗った。いいっすね。だから桃をもう一個作ればパイになるんで。スイカの道のり長いな。めっちゃ長いですよ。まあブドウブドウでデコポンになるからまずブドウ。ああそっち行くか。みかんにはなるっすね。俺みかんじゃない柿。あ。でできた。次。柿。柿を。あ。で梨をもう一個作れば桃なんで。桃桃でパインっすわ。デコポン。そうですね。そこから辺から片付けていった方がいいですね。はい、みかん。あーでもいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいね、むちゃくちゃいいな。はい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 。ブドウ。デコポン。はい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 。いちご。さくらんぼ。これはさくらんぼっすね。みかんを。柿っすね。パーリンゴ。こそこで止まっちゃうんすよね。チゴ。おー、ちゃんとでも。チゴ。はい。しんやさん考えてますね。はい。サクランボ。えい。あー。サクランボ来て、そこ行きたいっすね。ここ行くでしょ。うわー、行かないんか。でもそれがなった弾みで、行かないか。あ、みかん来た。みかんが。リンゴになるからリンゴが梨にな、あっちの梨に行きたいんだけど、ね、そうなんですよね。でもまあ一旦そこやってこれいっぱいいっぱいになっちゃダメな人もいっぱいいっぱいになってダメです。上まで行ったらそう。でもそこの右下の梨をなんとか消さないと、あ、後半結構きつくなってくる気がします、ね、そうっすね。これでそこで一気に行けば最高だっすけど、おーおーおーすげーなった。スイカメロンっす。まだもう一段階です。ああ、まだメロンっす。しあさん、これ初めてっすよね。初めて。すごいっすよこれ。結構プロになれる。でこの、いやプロは分かんないですけど、でこの細かいの消していった方がいいっすね、ちゃんと。なるほど、今のうちに。はい、さらちにしといた方がいいっす。あそこのブドウがでっかくなっていくと落ちる。右に、右に落ちる可能性もゼロじゃないですけどね。あとこう反動とかでも落ちたりするんで、ただそれはもう分かんないです。おー、落ちた落ちた落ちた。めっちゃいいっすね。そしたら一気に梨までいくんじゃないですか。おいおい、あの梨落として、落としたいっすね。でもブドウブドウだから、ここでデコポンが、おー、いいっすね、いいっすね。めっちゃ綺麗。お、しかも桜も来た。これは行くかな。これ行っときたいですね。あ、今のうちに。よし、めちゃくちゃ綺麗。ぶどうにして、お、ここのみかん当たるかな。柿っすね。みかん間違えですよね。柿っす。えい、よしよし。おお、もう一個来たら、あー転がった。うわー、これ、うわー、そこに入っちゃうときついな。デコポンが、おー、よっしゃー、おーおーしゃー、おおおおいちご。おい、これがちょっとでも当たればいいんすけどね。次みかんか。あ、でもブドウ。まあ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 、でもブドウ。おー、 あでもみかん、みかん、かきかきなんで、みかんじゃなくてりんごになるから、りんごな。これも一気にいくな。おお、はいはいはい、めちゃくちゃ調子いい。ブドウ、おで、あ、くっつかんかんな。それでもくっつけとかないと、下の梨消さないとちょっときついんだよな。え、うわ、嘘。でもこれ左のデコポン多分狙ったら柿とくっつくっす。そうか、はい、えい、おい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 、おデコポンなってパイまでいくな。よし、いけ。うわー、あ、でももう一個来てるな。ここにうまく、あー、そっちかよ。やばいけど、まあ多分大丈夫かな。このデコポンでみかんな、みかん、あー、うわー、いちごが邪魔だな。このいちごを、あ、ぶどうぶどう、あ、デコポンに、あ、そっちか。とりあえず火なんで、ポンポンポン、おい、おいで、今柿きたっす。来た、そこに入れたら一気に、ここに入れるとリンゴになって、はい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 、いった、今いった。あれ、え、でちっちゃい果物ほど重いんで下に行くんですよね。あの結構時間が大事だったりするときもあるんで。うわうわうわ、布団の転がってくれた。うわ、ちょちょちょ、リンゴにしたいか、これブドウ、イチゴか。うわ、やばいな。なんであのメロン浮いてるの。でかいと軽いんで浮いてきちゃうんですよね。え、ルール的に。なんで。うわ、この中ではそういうルールになってます。
これで、おい、よしよし、桃、こっつけ。あ、ね、まあでも重いから。うわぁ、もうこんもったいないな、これ桃2個あんのに。梨もめっちゃあるしな。梨ゴレン？梨ゴレンじゃないです。あ、やべ。これやばいわ。どうしても、くっつかないんですよ。ブランボー。で、これがデコポンになったら、くっついて、おー、惜しい。あ、でもそれがデコポンになって、柿になったら、デコポンになってくっついて、で、柿になって、下の柿についたら最高っす。いや、つくでしょ、これ。おお、すげえ。そうですね、それ早めに行って、近くに置いといて。そうですね、それやっといて。よっしゃ、よし。はいはいはい。で、で、リンゴになる。あ、一応くっつかない。あ、これがちっちゃい。そっちかよ。そう、こういうのがマジランダムなんで。みかんが次リンゴになるから。柿っすね。デコポンが、みかん。まあでも柿来てますからね。まあ一旦それデコポン消しつつ、これがリンゴになるから、リンゴが梨になって、でも梨が右なんだよな。ここに溜まってくんですよね。あ、転がってしまった。みかんで、で柿一番右に置いて、 もしまた柿来たらそこにぶっ込めば、ああ梨まで行って桃になるんで、それにかけるしかないです。できといて、柿来た！来た！次、それ、とりあえずそうっすね、そこやって。右やったら多分パイまで行くっす。マジ？はい。えい！おーおーおーでも結構厳しい状況は続いてます。そこいいっすよ。それやったらリンゴまで行くから。よし。あー、おわ。だからその上の梨を、桃にしたら最高っすね。はいはい。あら、リンゴ作ったとしてもなとこはあるんですよね。あー、しまった。これは結構この柿でリンゴを作るしかない。そうそうっすね。へい、わあ、まあそこら辺しかないですよね。これデコポンになって転がっていくかな。転がる可能性もゼロじゃないですね。転がらんのかい。これはつかないか。あ、そうっすね、そこで、おー、来た、すごい。一応多分、その2個目の線ですね、上の。これがみかんになるから、あ、これ転がっていくかも。転がらんのかい。下とか桃あんのも、それでここになって。お、これ、おーおーおー、これ多分落ちると思う。落ちる？わかんないっす。落ちないやん。うわ、そっち行くんかよ。うわ、そっち行くんかよ。はい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 、はい、あ、デコポンなるから、デコポン、デコポンで、おし、ねえ、そうだ、リンゴはそこにつけばいいんですけど、ポンか、来た。そしたら、おーし、おー、邪魔か、まあ、リンゴになった。あー、そっちかよ。まあでも、梨か、それで。うわうわ、やばい、え、あ、終わった、終わっためちゃくちゃショックが出てるじゃないですか。めっちゃショックか。僕のスイカが、まあ、スイカできたかったっすね、一個ぐらいは。最初で最後のスイカゲームいやいや、もうやんないんだ。スイカ作りたかった。スイカゲームでした。さよなら。